いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、立て祭り候。お好み焼きを積んでいくじゃと。紅生姜、良いな。城のようなお好み焼きじゃ。なんという柔らかさ。とろけよるわ。うまい、うまい。中野は新仲見世商店街、さまざまな飲食店が集約し、一歩足を踏み入れると懐かしい雰囲気に包まれる、なんとも趣深い場所である。こたびはここにデカ盛りの噂を聞きつけ、長谷さんじた次第。ここら辺かの。中野カルタ、ここじゃここじゃ。お好み焼きや鉄板焼きが美味しい名店、相手にとって不足なし。いざ。作っている姿を見られるカウンターが主役なようじゃな。すでに準備を始めてくれておるようじゃ。拙者がここに来ることがどこぞから漏れておったようじゃな。しかしすでにすごい量じゃ。お好み焼きも次々に焼いておるわ。迷なるものがかかるのか。うどんにも迷なるもの。お好み焼きを積んでいくじゃと。迷なるもののかけ方が綺麗じゃ。仕上げじゃな。紅生姜、あと海苔が最後に仕上げる。紅生姜、良いな。てんこ盛りじゃ。頼む。はい。わからん、任せる。こちらです。だよね。そうだよね、分かってたけどね。城のようなお好み焼きじゃ。ソースとマヨのかけ方が美しい。そしてお好み焼きを囲むように焼きそばと焼きうどん。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。45分一本勝負じゃ。見渡す限りの炭水化物の軍勢、すさまじいことよ。Oh, boy.
なんという柔らかさ。足がスルリと入る。とろけよるわ。うまい。なんという柔らかさ。ハフハフでふわふわじゃ。ソースの甘辛、マヨなるものの混ざり具合がちょうどよい。これはうまいの。うまい。焼きそばも濃厚、しかしもったりとしたしつこさはない。紅生姜も相まってか、ソース焼きそばさながらさっぱりしておる。これは一気にペロリじゃの。焼きうどんもうまいぞ。うどんのもちもち食感、マヨが尋常じゃなくよく絡む。油分が十分なのでスルスル入っていくの。食べやすい。焼きうどんもまたペロリじゃな。よし、ここから本気食いじゃ。もりもりうまい。具材もたっぷりなのが嬉しいの。ふと思うたが、このお好み焼きは何風のお好み焼きなんじゃろうな。関西風、広島風、関東風といろいろなお好み焼きがあると聞く。広島風は以前食したことがあるが、こことは全く違うお好み焼きであった。このお好み焼きはパンケーキなるものに近い雰囲気もある。拙者もまだまだ現代の料理を知らんものよの。西の者はお好み焼きをおかずに白飯を食うらしいの。確かに甘辛のソースにマヨなるものは白飯にも合いそうじゃな。拙者も試してみたいところではあるが、こたびばかりは焼きそばに焼きうどんもあるからの。またにしようぞ。お好み焼きをおかずに白飯を食うのもよいが、むしろお好み焼きの中に白飯を入れてしまうのはどうであろうか。
少し潰しつつ混ぜ合わせて焼く。もちもちした食感と焦げのようにパリッとした食感が楽しめるのではあるまいか。牛飯風お好み焼きができるのではなかろうか。牛飯風お好み焼き開発、どなたかお待ち申し上げたて祭り候。なんての、まったくせっしゃったら、ははは。甘みのある味が続いておるが、そこはやはり和風。肌に合っておるというか、舌に合っておるというか、飽きずに食べられるの。熱い。よし、いともたやすく鉄板まで貫通するとは、いかにふわふわと柔らかいお好み焼きか。お好み焼きというと家族連れや友人となど複数人で食べに赴く食べ物のイメージがあるが、その点ここ中野カルタは良いの。カウンターが主役じゃから一人で食べに来やすい。一緒に食事をするジョスフィーやダンスフィーがおらぬそこのうぬ、もしおらぬならここはおすすめじゃ。拙者も一人で食っておるしの、一人でも粉物が食べたい、そんな夜もあるでの。焼きそばは折り返しってところじゃの。む、案外時間が減っておるの。特別ゆったりしてるつもりもないが、まあ大丈夫じゃろう。おいしくいただこうではないか。自分で言うのもなんじゃが、これだけ料理が並んでおると器を空にしていくのが楽しいの。優越。ここに来て結構手強いの。やはり全て固形というか炭水化物祭りを開催中じゃからの。
食べ応えがすごくてずっしりときておるわ。休むことなく食してもまだ落とせぬお好み焼きの城、この城攻めは試されておる。いな、試される大地、お好み焼き。ついに10分を切り終わったわ。焼きそばはこれで最後じゃ。行け、拙者よ。行け。周りから攻めて行き、本丸を落としにかかる。これぞ計略、小田原城攻め食い。くらな、拙者が立った。天守もハラハラしながら見守ってくれておるわ。1分です。あえてよ、こたびはきっつい。30秒。ナムさん。やっちまったぜ。スタートじゃ。ダメだったならもう一度始めればいいんだな。部費を。30秒で完食じゃ。うん、茶番じゃねえ、すまぬ。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてます。
間に合わなんだが本にうまかったの。またフラッと来たいものよ。